おはようございます。まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、奈良県、生駒市、生駒駅のね、これね、多分ね、北側だと思うんですけども、北側のね、ロータリーの、デッキの上に来てます。今からね、生駒駅の周りを、ぐるっと、一回りする感じで歩いていきたいと思います。あんまり詳しくないんですけど、これが生駒山になるんですかね。あの大阪府との、府境、県境になるんですかね。で、これがアントレ生駒丸1、近鉄百貨店になるんですかね。近鉄っていう文字が入ってます。で、これが、近鉄奈良線の生駒駅と、あと地下鉄の生駒駅も併設されてるんですかね。ではね、今からね、この駅の北側から、南側の方に向けて、でアーケード商店街がとかがあるんで、そこを歩いていきたいと思います。中央線のコスモスクエアの駅ですね。これが奈良線の生駒線もあるんですね。近鉄の駅ですね。そしてここを渡ろうと思うんですけど、ちょっとね、こんな感じでね、南側にもね、こう街が広がってるんですけども、奈良名物の柿の葉寿司のお店がありますね。田中柿の葉寿司本舗田中。これね、歩道にアーケードがあるタイプの、商店街なんですけども、もう少しね、南の方に行くと、前面がアーケードになったアーケード商店街があるので、ここもそうですね、このピックリ通りっていうらしいんですけど、こういうね、結構立派なアーケード商店街があって、ちょっと上に地図があってですね、ところがびっくりなんですね、びっくりではなくて。で、この下にある歩道に、アーケードの屋根があるタイプの、商店街が、生駒サウスモールっていう名前みたいです。なので、ちょっとね、どうやって行くのがいいのか今考え中なんですけども、とりあえずびっくり通りを歩いて、で最後に駅に戻ってくるみたいな感じで、歩いてみたいと思います。
ですね。南側の駅は 駅前はこんな感じですね。そして商店街は、朝から粉もんやが、そうそう日付ですよね。2022年の1月の9日日曜日朝10時20分ですね。朝の屋さんがやってたり、朝10時からたこ焼き屋さんが商売してるのか、ちょっと不思議な感じはするんですけど、ですね。そしてね、ここもなんか不思議な。商店街だったんですかね。トタンの屋根がついてて、こんな感じでね、これは仕打ちになるんですかね、ちょっと全然わかんないんですけども。そしてこれが Ikoma-shi 役所、あ、これは病院ですね。ここを左に行くと Ikoma-shi 役所があるみたいです。そしてここは蔵病院というんですかね。そのまま今日はね、日曜日なんで朝から髪を整えようっていう人が結構いるんですかね。成人式、成人式は明日ですよね。そして、まあ、商店街とか戻ってきたんですけども、朝から美容室が結構人が入ってるっていうのは、成人式とかが関係してるんでしょうか。この辺スナックとかはね、
お酒飲むならって感じなんでしょうかね。キッチン地方で、そしてここはてっちりがあったりかすうどんがあったり、ちょっとなんか飲食店が多いですね。どんだけお金かけてんやろって。この辺もスナックが何軒か固まってて、なんか生駒名物みたいなんですけど、なんかね、地域によって多分やる実施する日が違ったりするんでしょうかね。なんか昔はね、決められた日に確かやってたと思うんですけど、これはね、グリーンヒル生駒っていう、あ、駅からね、歩道橋というかペディストリアンデッキっぽいデッキがつながって、ダイソーが入ってたりね、まあ、三井住友銀行入ってたりとかするんですけども、商業ビルなんですかね。歩き始めた商店街、KFC とかありますね。柿の葉寿司のお店を映しながら撮影を終えたいと思うんですけども、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。では、ありがとうございました。